シコルスキー S-76 新潟県消防防災航空隊の S-76B シコルスキー S-76 はアメリカ合衆国の航空機メーカーシコルスキーエアクラフト社が開発した総発ターボシャフトエンジンの中型ヘリコプター。報道、警察、車用機など広く運用されている。初引っ越は百七十七年三月十三日。 シコルスキーエアクラフト社が民間市場のシェア拡大のため実施開発した。メインローターは、チタニウムノーメックスガラス繊維複合材などを使用した抗体格付け4枚。テールローターは複合材製4枚。降着装置は前輪式で引き込みやし、流麗な外見と乗り心地の良さから VIP 機、遊覧飛行にも使われている。A、B、C、D 型があり。 それぞれ搭載エンジンが異なる。また、S-76B をとにした組用型も開発されている。S-76C 下記の東京アイランドシャトルでは上位に1名、乗客9人で運行している。警察航空隊や消防防災航空隊の一部で S-76B が、海上保安庁では S-76C、C、C、 D と採用されている。その多くは巡視船搭載機として運用されており、現在は最新型 S-76D の数が最も多い。また、報道用や一部利島を結ぶため、生活路線航空便としても採用されている。ありがとうございます。